はい、皆さん、こんにちは。栄養価の小藪です。本日は、レッスン6、Where does Halloween come from? のパート2を見ていきましょう。ハロウィンの歴史をね、見ていきましょうね。それでは、頑張っていきましょはい、それではレッスン6のパート2を見ていきましょう。It is widely believed that current Halloween practices originated from an ancient Celtic festival。まずこの it ですね。これは、widely believed。widely は広くとかだね。広く。これ口ですからね、加工していきましょう。believed。is believed ですから、信じられています。さあ、この何が信じられているかというと、これはざっと以下ですね。はい、最後まで加工していきましょう。この一等はざっと以下です。ざっと以下のことは広く信じられています。はい、じゃあざっとの中身見てみましょう。Current Halloween practices originated from an ancient Celtic festival。 はい、まず主語がここまでですね。Current Halloween practices。 Current は現在のという意味ですね。現在のハロウィーンの practices。 通常はね、練習とか実践とかって意味使いますけど、この場合はですね、社会の慣習とか、習わしなんて意味で使います。はい。ね、現在のハロウィンの慣習は、originated from。 はい、これは、なんとかから起こるという意味でしたね。もちろんね、過去形ですからね、起こったと。ところですね。何から起こったかというと、Ancient Celtic Festival。はい、Ancient は古代のところだね。発音注意してね、ここは Ancient ね。20ポイントです。で、ケルトのフェスティバル、お祭りね。現在のハロウィンの慣習は、古代のケルトの祭りから起こったと広く信じられています。This festival dates back to over 2000 years ago。This festival、このお祭りですね。はい、もちろんこのね、This festival はね、このすぐ前にあります、An ancient Celtic festival ですよね。これが dates back to。 これはですね、なんとかに遡るとこですね。over 2000 years ago ですから、この over はね、もちろん、なんとか以上、なんとか超えるとこだね。2000年以上前だね。に遡ります。It was held every October 31st to mark both the end of the harvest season and the beginning of winter。 It was held。 この it はね、やはりすぐ前のこの This Festival であり、An Ancient Celtic Festival ですよね。はい、同じになりますね。その祭りは was held。 もちろんね、この held はもともとは hold ですよね。そのお祭りは、
開かれたと。行われたってことだね。Every October 31st ですから、毎年10月31日ってことだね。はい、そして、To mark both the end と続きますけど、まず、both。A&B だね。はい。これは、もちろんね、A と B の両方でしたよね。で、一つ目が、The end of the harvest season ですから、harvest、収穫ですよね。収穫時期ですよね。のエンドですから終わりですね。と、the beginning of winter。もちろん冬の始まりですね。で、to mark ですが、と、矢印がありますね。通常マークっていうのは、印をつけるという意味なんですけども、この場合はですね、特別な出来事を祝うという意味です。はい。これは皆さん、カレンダー、ね、特別な日ありますよね。例えば誕生日とかね、に印をつけたりしますよね。はい。そっからこう祝うって意味ね、が出てくると思ってくださいね。ですからこれは to mark は収穫時期の終わりと冬の始まりを祝うためにとね、なります。はい。毎年10月31日にこの祭りは行われました。はい、それでは fifth paragraph 見ていきましょう。The Celts believed that during this festival time, the boundary between this world and theother world could be easily crossed, and that evil spirits from the other world walked around the streets and villages at night. はい、長い文章ですが、見ていきましょうね。The Celts believed. はい。The Celts というのはね、これは、ケルト人ですね。全体指します。ケルト人は、信じていました。さあ、信じてた内容がざっと以下です。括弧していきましょう。ただ注意しなきゃいけないのは、ざっとが2つあります。はい、これと、and that と。はい。さあ、ざっとの1とざっとの2ですね。この2つを信じてたってことですね。ですので、最後まで括弧していきますね。はい。じゃまず1つ目ですね。During this festival time. このフェスティバル。祭りのタイムですかね。時間ですね。期間。で、during ですからね。これは、なんとかの間ってことですからね。この祭りの期間中ってことだね。The boundary。また、between がありますね。between は A and B です。はい。A と B の間ですね。二つのもの間です。はい。ここまでですね。差し付けましょう。This world。この世界と、
the other world。 other world はね、下にありますが、別世界とか異世界とかだね。まあ、あの世ですね。はい、という意味ですね。の、boundary。boundary は境界ですよね。境目です。は、could be easily crossed。easily。副詞ですからね、こうしましょう。簡単に。クロスですからね。超えるんですね。これがクーダがね、できると。ここは一応ね、be crossed というね、受け身ってますからね。厳密には。超えられるということですね。超えられることができると。ここですかね。まあ、超えることができると捉えてくださいね。ね、まあ、この祭りの期間中は、この世界とあの世の間の境界を簡単に超えられると。ね、そう、ケト人は信じてたところですね。で、もう一つです。evil spirits from the other world。ここまでですね。まず、evil spirits。これは、いわゆる悪霊ですね。で、from the other world ですから、異世界、from だからね、なんとからのところだね、異世界からの悪霊ですね。まあ、あの世からやってきた悪霊ですね。これが、walked around。これは、walked around は、歩き回るところです。はい。どこかというと、ストリート。通りや、ビレッジですからね。村だよね。これを夜にですね。アットナイトだね。はい。あの世からね、来た悪霊が夜に通りや村を歩き回ってると、ヘルト人は信じていたってことですね。To calm and quiet them, the Celts left sweet streets outside. はい。To calm and quiet them. までね。はい。で、この場合注意してくださいね。この普通、calm とか quiet の形容詞で使いますが、この場合はこの to の章だからね。もちろんこれ動詞ですね。はい。calm も quiet もこの場合、動詞で使っています。はい。で、calm。穏やかなとか、落ち着いたってことですが、この場合は、落ち着かせるってことですね。で、quiet は静かにさせるってことです。静かにさせる。で、もちろん、to t e だからね、これはためにですね。ために。この全部ですけども、これはね、すぐ前のこの evil spirits ですね。悪霊を落ち着かせ、静かにさせるために、the Celts left sweet streets outside。ケルト人は、はい、この left はもちろんね、leave ですけども、これは、置いたところだね。はい。スイーツ、トリーツですから、甘い、トリーツはね、ごちそうですね。これを外に置いたんですね。悪霊を落ち着かせ、静かにさせるために、ケルト人は甘いごちそうを外に置きました。This custom, it is said, changed into trick or treating. はい。This custom.
このカスタムは監修ですよね。はい。この場合は、あれだよね。先ほど出てましたが、プラクティスと同じ意味で使われてますね。はい。で、it is said。これがね、挿入されてます。はい。これはもともとね、もちろん、文頭にあったんでしょうけどね。こういうふうに挿入されています。It is said that this custom changed into trick or treating ってことだね。まあ、言われてるとこです。言われてる内容がね、この This custom changed into trick or treating ですよね。はい。で、見てみますと、この慣習がチェンジ、変化したんですね。はい。で、何に変化したかというと、into trick or treating。トリック or トリートに変化したところだね。はい。このようになりますね。はい。お疲れ様でした。ね、内容はそんなに難しくないと思うんですが、例えば、calm とか quiet とかね、通常形容詞で使う言葉が動詞で使われたりしますね。はい。元のね、よく使う意味から想像できるようにしていきましょうね。はい。それでは、また違う場所でお会いしましょう。See you!